ちは、カジケイコです。こんにちは、毎日ピアノを練習してます。60年ぶりのピアノですが、今日はピアノの話ではなくてですね、あの国民民主党の、玉木代表がですね、なんか妨害にあった、暴力にあったということを書いてて、今度、予算委員会に集中審議に出してですね、選挙活動の妨害をの、法案を規制する法案を出すというような、X の記事が出てるので、ちょっとね、暴力、私はデモもね、暴力だと思ってるんですよ。デモも、まあ、ただ静かにね、歩くだけならまだいいんですけども、大きなね、のぼりとかを立てて大勢でね、わーわー言う、そしてそれが追突すれ、衝突すれば、それで今度暴動みたいになってね、外国みたいなことになるようになったらね、もう本当にそういうことにもなりかねないし、やっぱりね、数大勢集まってね、そしてそれで威圧するっていうのはやっぱりね、暴力の一種だと思うんですね。だからまあ、今ね、選挙でなんか選挙演説するとね、妨害されるっていうこと、これは安倍総理が選挙演説してる時にね、声が聞こえないように、周りにこう聞こえないようにわざとわーわー言って、その妨害してですね、そしてあれ札幌でしたっけ、北海道で警察がね、それを排除したんですね、そう妨害してる人たちを。そしたら今度裁判で、裁判官の方がその警察に有罪にして、その賠償金かなんか お金をかけたんですね。お金を払わせるっていうことでしたんです。賠償金をその裁判で、出したんですね。そしてまあ、それだけの正義かないか分かんないけども、その奈良で、実際に、安倍総理が演説してる時にね、まあ、銃弾で倒れたりしたんですけども、その札幌の判決が、裁判のね、判決が結局警察を躊躇させるっていうね、そういう話も出てきて、結局もしね、有罪になったら困るから、警察もあまりこう排除できないみたいなね、玉木さんの、玉木代表の話ではですね、なんか妨害があって、その、応募した人、立候補してる人がね、なんか倒されたっていう、乙武さんの演説が、国民、小池百合子出た、演説出たのかもしれないんですけど、小池代表と、小池代表である小池知事と乙武さんのその選挙、応援演説の時に、なんか後ろにね、倒されて、田中健議員が選挙妨害について岸田総理に質問しますっていうことを20時間前に書いて出してるんですね。20時間前っていうと、今はまあお昼ぐらいとして、昨日ですか、今日2時からあるんですかね、終わったのかな。14時39分から予算委員会の集中審議で、我が党の田中健議員が選挙妨害について岸田総理に質問します。選挙活動の自由は他の候補者の選挙活動や、有権者聴衆の知る権利、聞く権利を害さない範囲で認められるべきです。必要な法改正も提案していきますっていうのが玉木代表の、X なんですけども、今ね、選挙活動、
応援演説の、まあ、選挙演説ね、本人 の、 あの立候補の演説もそうですけども、街頭演説すると、まあ、不特定多数の人が入りますね、街頭だから、チェックもないから。だからまあテロなんかもあるんだけども、その時にね、周りに聞かせたくないっていう勢力の人たちが集団でグループでですね、わーわーわざとやめろとか、まあ、安倍さんの時は安倍やめろみたいなことを言ったらしいんですけど、叫んで周りの人が演説聞こうとしてるのに聞けない、そして、まあ、暴力になったって。今回はなんか暴力沙汰があったようなんですけど、まだ私はこの、選挙中の選挙演説中のその暴力をまだ見てないんですけども、暴力騒ぎがあったようなんですね。別の、18時間前の、玉木代表の選挙妨害についてのツイッ X です。田中健議員が選挙妨害について岸田総理に質問、選挙活動の自由は妨害の自由ではなく一定の規制が必要ではないか、またインフレ騒ぎやビュー数稼ぎについて、インフレじゃない、インプレ、ビュー数稼ぎについてプラットフォーム事業者に何らかの、責務を課せないかと提案、明確な返答はなく国民民主党で法改正を検討しますっていうことでね、このね、最近ね、私が思うのはね、警察、この場合は警察が排除してくれたそうなんですけども、警察がね、最近まあ、及び腰なのか、舐められてるのか分かんないけども、先日も、外国人の車で職質かなんかしてる時に、警察の車を、にこう衝突してですね、妨害したっていうかがあって、なんかね、警察が舐められてんじゃないかっていうか、優しくなってんじゃないかと思うんですね。昔日本は一番世界でも安全な国で、警察がとても優秀だっていうことを言われてたんですけども、最近は何かこう左翼のね、いろんなその警察がやりすぎるとすぐ訴えたりなんかするっていう、そういう暴力的なね、抗議にそのちょっと及び腰になってるんじゃないかって。それはやっぱり安倍さんがね、テロにあったっていうのもそうだけども、なんかね、ちょっと川口の、埼玉県の川口のね、石井さんっていう方がいつもX で投稿してますけども、クルド人たちのね、暴力みたいのもね、なかなか取り締まりがやってもらえないっていうね、そういう訴えをX よく見かけますね。それで最近ね、これはテレビでやってたんですけども、太陽光パネルの導線をなんとものすごいね、全国で行くと、もう通知忘れましたけどもね、何千件っていうね、盗難、窃盗ですけども、その太陽光パネルをつなげてるその導線をですね、裁断して、それ中の導線だけ抜いてトラックで運ぶって、車で運んでいくっていうね、そういう事件が起きてるのに、何回もね、同じ人が取られたりしてるし、全国ですごいね、取られてるのに逮捕ねしてるっていうのもね、その放送中もないし、どうなってんのかなと思って、そんな何千件もね、そんな盗難事件が、しかもグループで集団窃盗をやってるわけですよ、その一人や二人でないんですよ、大勢で、防犯カメラに出てるんで、5人も6人もね、走り回って撮ってたりしてるわけですよね。でね、そういうね、取り締まりが今ね、日本の警察が、まあ、人手不足もあるのかもしれないけども、なんかね、萎縮しちゃって、甘くなってんじゃないかなと。例えばこの前はね、こういう話がありましたね。外国人に職務質問するのは差別だって言って、
X に書いてる人がいて、それがまあリツイートだったのか何なんだのか、私も流れてきたのを見たんですけどもね、職務質問をね、外国人だからねしてるってことではなくて、外国人がちょっとまあ職務質問の対象になるような、挙動とかいろいろねあるから職務質問してるのにね、そしたら、職務質問しちゃいけないっていうふうになっちゃうわけですよ。その職務質問するなって差別だっていうふうで、何かねヘイトスピーチっていうのもありましたけども、外国人を批判するとヘイトスピーチだと。それで川口、埼玉県の川口ね、川口市とか蕨市なんてのは、外国人が集まってね騒いだりなんかするの迷惑かかっても言えないみたいなね、なかなか警察もねやってもらえないっていう、あのもう裁判沙汰になってるみたいですけども、なんか石井さんという日本人がそのクルド人に訴えられてるそうなんですね、ヘイトスピーチか差別かなんかで。それでそれはね、石井さんがその暴力的なクルド人たちをあの批判して X にあの投稿してるわけですね。だけどそれをね差別だって、そうしたらねもうやり放題になるでしょ。だって例えば選挙妨害でも、最初の話ですけども、選挙妨害でもね、安倍さんがなんか訴える、みんなに、聴衆に訴える。そうすると、あの、その反対派の人たちがね、もう暴力的に大声出したり、あの、妨害してですね、聞こえないようにしたりする。でね、そういうようなことで、それをね、表現の自由だとかっていうんだったら、聞く自由もあるわけで、権利もあるわけで、その、演説してるね、演説会場に行ってその演説を聞きたくて行ってる人の妨害してるわけでしょ。でね、聞く権利っていうのはある。それでその玉木代表は法律改正して聞く権利もあるんだということを岸田総理にこう、予算委員会で、提案してる、提案するそうなんですね。したのかな、もう18時間前は田中県議員が選挙妨害について岸田総理に質問、選挙活動の自由は妨害の自由ではなく一定の規制が必要ではないか、またインフレ続き騒ぎやビュー数稼ぎについてプラットフォーム事業者に何らかの、責務を課せないかと、こういうことを提案している。で、国民民主党で、法改正を検討します。総理からの、ないかと提案、明確な返答はなかったというか、もう昨日提案したんですね、多分昨日、国会中継見てなかったんですけども。でね、やっぱりね、そういうね、あの、まあ、デモもね、その自由というか、権利だから、労働者の権利だからって言って、まあ、デモは認められてるんですけども、やり方によったらね暴動になる可能性も危険性もあるわけで、何でもかんでもね、あの表現の自由だとかってね、逆の、聞きたい人の権利も守るっていうのをね、やっぱりあの公職選挙法でね、やっぱりそれはね、あの妨害行為はあの規制した方がいいと思うんですね。それをね、あのやっぱりね、警察はね、なんかもうできないような感じ。よくね、渋谷なんか、まあ、外国人たちのね、いろいろその、なんかハロウィンがあったらどうのとかっていうこと、例えば路上飲みとかね、寝そべってるとかね、寝てるとかって、そういうのと喧嘩とかね、いっぱいあってもね、警察も丁寧ですよね。まあ、丁寧でいいんだけども、でもね、なんかね、それをね、警察がちょっと何かね、言うと、まあ、左翼かなんか知らないけどね、左側の人たちかなんかが、もうすぐね、批判するんです、警察あれだとか。だから警察もね、もう、公務執行妨害なのにね、もう、暴れてるからこう抑えようとするんでしょ。でもその抑えてるとこだけ写して、写真に撮って、警察が乱暴したっていう風なね、例えばアメリカだったらね、黒人が、押さえつけられてると、黒人を押さえつけてるっていうふうに、黒人に暴力を振るってるみたいなね、
そういう言い方してそこだけ取ってね出すで、それね静かにしておとなしくね、あの職務質問あったら答えて、そしてじゃあ警察ちょっと来てくださいってね、任意同行求められたら行けばいいわけですよ。そして言いたいことがそこで言う、それをね暴れるから抑えようと、取り押さえようとするから、その暴力的に見えちゃうわけで、警官はね、警察がそういうふうに見えるわけですよね。だからもうそういうこともね、あるということを国民はよく知って、警察がね決してそんな暴力的なことをしてるわけじゃないんだということもねよく知って、すぐそういうマスコミなんかがね騒いで警察が、差別してるとかね、外国人をね職務質問するのはね差別だとかっていうような意見にね、ああそうだそうだっていうね、バカみたいにね賛同するっていうのはね、日本の国を、安全地帯をなくすような危険な国にしてしまうっていうことを私は、心配してます。なんかね警察が全体的に、まあテロの、もう安倍さんのテロの前からですけども、お呼び腰になってるのはね、やっぱりそういうマスコミや、左翼関係がね 大声で言う人たちに屈してる、ね、暴力的な人たちって大声出すからみんなそれでね黙ってしまう。だからまあ DV 男と同じようにね、大声出してね、やってれば怖がるから言わないだろうってね言わなくなるみたいなね、そういうような世の中になってはいけないわけで、誰でもね自分の、聞きたい、静かに暮らしたい権利はあるわけで、私は、まあ大きな声出してね、道路でその暴動の前になるようなこと、選挙妨害するようなこと、今回はなんか国民民主の候補者がなんか後ろに倒れて怪我するとこだったらしいですよ、路上で頭打ってなんか突き飛ばされたかなんからしいんですけども、まあそういうことがあるのでね、そういう情報には、加担しないようにお願いします。それではチャンネル登録お願いします。